食事も運動も頑張っている、でも体脂肪が落ちないという人、もしかしたらが原因かもしれません。ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。宮川です。今日は食事も運動も頑張っているのに体脂肪が落ちない原因と対策について解説します。カロリーも栄養バランスも気にして運動も頑張っているのに体脂肪が落ちない、このような悩みを抱えていないでしょうか。実はこの悩みめちゃめちゃ多いんです。そして大半の人はですね、体脂肪が落ちないからとさらに食事制限や運動を頑張ろうとします。ただちょっと待ってください。あなたの体脂肪が落ちないのは食事や運動が原因でない可能性が高いです。今日は食事と運動を頑張ってるのに代謝量が落ちない原因と対策について詳しく解説します。まして現代社会では気づかれていないけどめちゃめちゃ多くの人に起こっている問題なので、ぜひ動画を最後までご覧ください。では早速内容に入ります。最初に結論から言います。食事と運動を頑張っても体脂肪が落ちない原因、それは自律神経にあります。自律神経ってイメージできますか？簡単に言えばですね、無意識化で体のいろいろな機能を調整してくれる神経です。例えば血圧や心拍数、血糖値、食べ物の消化吸収などは意識していなくても行われていますし、意識したからと調整できるものではないですよね。もしですね、血圧や血糖値を自分の意思の力でコントロールできるっていう人がいればですね、ぜひコメント欄で教えてください。まあ、それはですね、冗談として、自律神経っていうのはですね、我々の体が正常に働くように自分たちでせっせと働きですね、調整してくれる神経なんですね。実はですね、その自律神経が体脂肪を落とすために非常に重要になります。体脂肪が減る時って体内でどんなことが起こってるかイメージできますか？まず第一ステップとして、摂取カロリーが消費カロリーを下回るアンダーカロリーの状態が必要不可欠です。当たり前ですよね。食べ過ぎて体内にカロリーが余っていればわざわざ脂肪を分解する必要がないので体脂肪は落ちません。入れたカロリーよりも使うカロリーが多く、エネルギーが足りないから体脂肪が必要になるわけです。これはよくお金に例えられて説明されますよね。摂取カロリーが毎月の給料、消費カロリーが家賃など毎月の支出、体脂肪が貯金と考えてください。めちゃめちゃ働いて給料が1ヶ月100万もらえて支出が20万円であれば貯金を下ろす必要は全くないですよね。これはですね、オーバーカロリーで体脂肪が落ちない状態と同じです。お金なら死ぬほど嬉しいけど体脂肪なら全然嬉しくない話ですよね。逆にですね、給料が10万円しかないのに支出が20万円あったら足りない10万円を貯金から下ろす必要があります。これはアンダーカロリーでエネルギーが足りず体脂肪を売って10万円を作り出すイメージです。本当に体脂肪が売れるんだったら見たいですよね。さて、ここで考えてほしいんですけど、お金が足りなくて貯金を下ろすときって何が必要になりますか？キャッシュカードや通帳は持っていてももう一つ必要なものがありますよね。そう、暗証番号です。キャッシュカードや通帳があっても暗証番号がわからなければお金は下ろせません。実はですね、これ体脂肪が使われる時も同じで、暗証番号のようにですね、あるきっかけがないと体脂肪っていうのは分解されないんですね。そうですね、体脂肪における暗証番号に当たるのが自律神経になるんです。ちなみにですね、ここで言う自律神経っていうのはですね、後からお話出てきますが、交感神経のことになります。体の変化でですね、体脂肪が分解される時の流れをもう一回説明すると、アンダーカロリーでエネルギーが足りないという状態になる。交感神経が体脂肪分解を促してエネルギーを作り出す。カロリーの収支が釣り合う。このような流れになります。ここで、あれ、もしアンダーカロリーになっても自律神経が働かなかったらどうなるのって思った人もいますよね。じゃあですね、もしあなたが実際にお金が足りない状態で暗証番号を忘れてお金を引き出せなかったらどうしますか？節約して今あるお金でどうにか生き延びようとしますよね。体も同じで代謝を下げて省エネ状態にして、なんとか今あるエネルギーで生き延びようとします。つまりですね、アンダーカロリーになっても自律神経が働かないと脂肪が分解されずに代謝が下がることでエネルギー不足が補われるので痩せないということなんですね。このようにですね、自律神経っていうのはアンダーカロリーになった後に体脂肪の分解を促すキーになってるっていうことを知っておいてください。ここまでの話を聞いて、体脂肪を落とすためには食事と運動だけでなく自律神経が重要っていうことは理解できましたよね。じゃあ次にですね、体脂肪を落とすために具体的に何をしていけばいいのかっていうことについてお話しします。ただ具体的なステップの前にですね、少しですね、自律神経のイメージについて解説させてください。自律神経っていうのはですね、アクセルである、さっき出てきた交感神経とブレーキの役割をしている副交感神経、この2つによって作られています。そしてですね、この交感神経と副交感神経がバランスを取り
ながら必要な時に必要な方が働いて体の機能を調整しているんですね。例えば日中に活動する時は交感神経が、夜にゆっくり寝る時は副交感神経が働くように、どちらも必要不可欠で求められている時に働いてくれることが大切なんです。そしてですね、自律神経の問題で考えられるのは、交感神経と副交感神経のバランスが悪い、自律神経のどちらも弱い、この2つの状態が考えられます。例えば寝不足やストレスが続いてバリバリ交感神経が働き続けているような状態だと、交感神経が優位で副交感神経が働かないというバランスの状態になってしまいます。お金でイメージすると収入と支出が釣り合っていない状態です。またバランスは釣り合ってるんだけど働きが両方とも弱いっていう状態もあります。これはですね、収入と支出のバランスは取れてるんだけど、例えば1万円の収入があって1万円しか使えないっていうようなですね、超ミニマムな生活をしているようなイメージです。これだと生きていけるんだけど遊ぶなど楽しむことができませんよね。同じようにですね、自律神経のバランスが整っていても働きが弱いと体脂肪の分解も起こりにくくなるんです。なので自律神経について考えるときはですね、バランスを整える、そして鍛えるという2つを意識することが大切になります。そこでですね、ここからは最後に自律神経のバランスを整える方法と自律神経を鍛える方法について解説します。自律神経のバランスを整える方法、1つ目、規則正しい生活をする。これが自律神経を整える基本になります。簡単に言えばですね、早寝早起きをしましょうということです。現代人の多くはですね、働きすぎ寝不足で交感神経がバリッバリ働いているような状態の人が多いです。なので、もしそういう状態になっているのであれば、夜更かしをやめて十分な睡眠をとることが自律神経のバランスを整えることにつながります。逆も同じでですね、動かなすぎ寝すぎっていうのはですね、副交感神経が過剰になってバランスが崩れてしまいます。なので早く寝て十分な睡眠時間を確保して早く起きて活動するっていうことが大切なんです。あくまで目安なんですけど、1時間前後の睡眠時間を確保して遅くとも7時ぐらいに起きれるといいでしょう。簡単に言えばですね、日が変わる前に寝て7時間ぐらい寝ましょうということです。細かい話は抜きにして、生活リズムを整えて睡眠時間を確保することは自律神経を整える基本中の基本になります。自律神経のバランスを整える方法2つ目、朝から太陽の光を浴びる。朝から太陽の光浴びてますか？紫外線が気になるっていう人もいると思いますが、自律神経のバランスを整えるためには朝から太陽の光を浴びることがめちゃめちゃ大切になります。なぜなら太陽の光が自律神経のバランスを切り替えてくれるからです。先ほどもお話したように、自律神経っていうのは寝てる時は副交感神経、日中は交感神経が優位に働いています。つまり朝っていうのは副交感神経から交感神経に切り替わる時間帯なんですね。ここでですね、自律神経のバランスが切り替わらないと日中も眠い、体がだるい、このような状態になります。この切り替えのスイッチを入れてくれるのが太陽の光なんです。太陽の光はですね、朝からおおよそ15分浴びれば効果的と言われています。時間帯はですね、午前中、そしてできるだけ早い時間帯がおすすめです。一番いいのはですね、起きてすぐカーテンを開けて15分くらいは日光を浴びながら家事や食事、運動などをできるとベストです。とにかくですね、朝も遮光カーテンを閉めたまま真っ暗な部屋で過ごすみたいなことはですね、避けるようにしましょう。自律神経のバランスを整える方法3つ目、3食バランスよく食べる。自律神経のバランスを整えるためにはですね、食事を3回バランスよく食べるっていうことも大切になります。なぜなら血色や栄養不足っていうのは自律神経のバランスを崩す原因になるからです。例えばですね、朝食を抜くと体っていうのはですね、体を動かすためのエネルギーがない状態で無理やり活動しないといけないので、交感神経が過剰に働くようになります。糖質制限も同じでですね、主な体のエネルギー源である糖質が入ってこないので交感神経に負担がかかってしまうんです。逆にですね、ダラダラ食べてると交感神経が働く場面がなくなってしまって、副交感神経の働きが過剰になってしまいます。なので適度に空腹を作りながら過度なエネルギー不足を防ぐために3食食べて、糖質制限など特定の栄養素を抜くような極端な食事制限を避けることが大切です。まあですね、あんまり難しいことは考えなくていいですよ。普通にですね、朝昼晩3食をある程度のバランスで食べていれば自律神経のバランスが崩れる原因にはなりません。栄養バランスよく食べろっていうよりですね、断食とか糖質制限とか極端なことをするなっていう方が正確な表現になります。自律神経のバランスを整える方法4つ目、適度に体を動かす。睡眠や食事に引き続き運動もですね、適度にやらないと自律神経のバランスが崩れてしまいます。まあこれはイメージできますよね。全く運動せずにダラダラ過ごしていると副交感神経が、毎日数時間以上だと過度に運動していると交感神経が働きすぎてしまいます。まあですね、何でもバランスなんですよ。1日3000から5000歩も歩いておらず、休日も家でダラダラ過ごしているのであれば運動不足、毎日睡眠を削って何時間も運動しているような状態だと運動の過剰だと考えてください。ただですね、世の中には圧倒的に運動不足の人が多いので、明らかにですね、体を動かしてないっていう人はですね、少しずつでもいいので体を動かしていくようにしましょう。室内で足踏み、休日だけでも
散歩、一駅だけでも歩くなどでも全然違ってくるので、体を動かすことを意識してみてください。さて、ここまではですね、当たり前の生活をすることによって収入と支出のバランスが整ったというふうに考えてください。さあ、あなたは収入と支出のバランスが整ってきたら、次は少し贅沢したくなってきますよね。そのためにはですね、収入と支出のバランスを保ちつつ使えるお金を増やさなければいけません。自律神経も同じでですね、バランスが整った後にさらに体脂肪の分解を促したいのであれば、鍛えて自律神経のパワーを高める必要があります。自律神経を鍛えるってイメージできますか？めちゃめちゃ簡単に言えばですね、体に刺激を加えれば自律神経を鍛えることができます。自律神経っていうのはですね、外部環境が変化した時にその変化に体を適応させてくれるという働きがあります。例えば気温が下がって寒くなれば、自律神経が働いて体熱を作ってくれますし、食べ物を食べて血糖値が上がれば自律神経が反応して血糖値を下げてくれます。筋肉と同じでですね、自律神経にもこうした負荷をかけていくと、どんどん強くなってバリバリと脂肪を分解してくれるようになるんです。そしてですね、自律神経を鍛える最も効果的な方法っていうのは、心拍数が上がる運動をするということです。ジョギングなどですね、心拍数が上がる運動をすると、自律神経はですね、運動に合わせて心拍数や呼吸、血圧などを調整してくれます。筋トレをすると筋肉が鍛えられるのと同じように、呼吸が乱れる運動をすると自律神経が鍛えられるんです。どうですか、最近息が上がるような運動ってやってますか？もしですね、ほとんどやっていないっていうのであればですね、休日の週2日早歩きでもいいので、少し体に負荷をかける運動をやるようにしましょう。息が上がる運動をですね、習慣的にやるようになると、自律神経が鍛えられて本当にですね、体脂肪が分解されやすくなります。また他にもですね、汗をかく、寒い日に薄着でいるなどもですね、自律神経を鍛える刺激になります。まあ簡単に言えばですね、体を甘やかすなってことです。ある程度ですね、規則正しい生活ができた後は、こうした自律神経を鍛えるという意識を持って生活をするようにしましょう。どうでしたか？体脂肪を落とすっていうと食事と運動ばかりを考えがちですよね。けど自律神経のせいで体脂肪が落ちないっていう人はめちゃめちゃ多いのが現状なんです。もしですね、食事と運動を頑張ってるのに体脂肪が落ちないと悩んでるんであればですね、今回の動画を参考に自律神経に着目してダイエットに取り組んでみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。